成塾の平野です。まあ新しい時代のという話をしましたけども、昔の施術もとても素晴らしかった。例えば一つね、取ってこのシンキングボールね、バイオンの波動で体を癒していく、とても素晴らしいんですけども、現代社会はですね、スマホパソコン等で体が潰れてねじれて、これ目線の問題、そして、支えである軸、人体の軸が緩んでしまっている、そしてそれを守るために強い緊張で守る、強すぎる緊張で守りすぎるという現象が起きてしまっています。つまり、いろんな施術で、体をこう響かせて癒そう、緩めようと思っても、この過度の緊張、過度の潰れが邪魔をして響かない体になってしまっています。で、こういう、叩いてね、こう施術もそうです。これも結局響く、体に対して体が緩んでいくっていう形なんですけども、そういったことも、すごくいいもの、せっかくいいものなのに響かない体に現代人はどん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 なってきてしまっています。それは肋骨の硬さでも顕著に現れていて、呼吸がとても浅くなっているとしたら、こういったもので緩めるよりも先にまず体を膨らませてあげて、ねじれを取ってあげて、そして一番最大の問題は守りすぎている緊張、この守りすぎているものを脳に納得させて外していく、これが非常に重要だと考えています。膨らんでしっかり響き合う体に対してはシンキングボールだけではなく、いろんな施術が体の中でエネルギーが響き合い、効果をね上げていくとしたら、まずこのありがとう整体のチャクラ療法で、事前にね体を膨らませてあげる、これを学んでおくことは非常に大事だと思います。これから整体やる人もすごく大事なことだし、もうベテランの整体師さん、施術師さん、これこういうね道具でヒーリングをしておられる方もぜひぜひぜひ学んでいただきたいなという、整体師養成塾だと私は思っています。よろしくお願いいたします。東京と愛知でやっております。